体にいいものを食べることによって余計ストレスを増やしている高熱がある調子が悪いお腹が痛いと言ってもなぜか料理だけはちゃんと作ってしまう誰かが犠牲になればいい完璧主義の方が多いから一番大切なのは楽しく食べるってことなんですよねはいこんにちはカウンセラーの山本恵美です今日は調子が悪くなる女の人って主婦で、えー、主婦じゃなくてもね仕事をしてても 料理をする習慣っていうのが男性よりも多くてもちろんそれは素晴らしいことなんですけどまあ男性も多いこれをやっちゃうと結構こういう風な考え方をしないでほしいっていうのがあるのでその料理のお話をしようかなと思いますね面白いことがあって分かるんですよこれがバロメーターっていうか私もねやっていたんですけどこれは 危ないなっていう人、見てて危ないなって思うことが多いから、その話をしていく。まず第一に、自分が食べたいものではなくて、パートナーや子供が好きなものをまず作ってしまう。そして、美味しい美味しいと聞き、美味しくないと言われたら怒り、みたいな感じで、自分が何を食べたいのかとか、 どういう料理をしたいのかではなく、もちろんね、誰かを楽しませることは悪いことじゃないんだけれども、まず自分が何を食べたいのかっていうことを忘れている方が多いんですよ。で、家族や旦那さんっていうのがまずメインになっていて、自分を満たしてないから、なんかどっかでイライラしちゃうんですね。なんで、まず1は自分が食べたいものを作ってみる。自分が料理してるわけですから。 あのね、人が料理したんならしょうがないじゃないですかそれはお母さんとか旦那さんとかお姑さんが料理したんなら作られたものは黙って食べればって思うんですけど自分が料理してるかにかかわらずだから料理が全然楽しくないとかっていう方も多いんですけどそういう方ってその,自分が食べたいものを作ってないいことが多いです2つ目熱があっても作りますこれはですね気づいてない方も多いんですけど 子供がいる方はそうなんですよね高熱がある調子が悪いお腹が痛いと言ってもなぜか料理だけはちゃんと作ってしまうという旦那さんが「あれ今日何食べるの?」っていうだからそれが当たり前になっちゃうわけですよだから熱があっても作るっていうのをやっているとですね自分を満たすことはねできなくなっちゃうんですね誰かが犠牲になればいいっていうだから熱があってても作るはやめて 熱があったらカップラーメンとかでも死ぬわけじゃないんで人間っていうのは一回食べたくらいでも。なんでその熱があっても作るはやめる。それはね結構みんなやっていますね。うん。三つ目。一瞬間の作り置きをする。病気の人その例えば心療内科とかに行っていやあなたちょっとまずいですねみたいな言われてる方ほど一週間の作り置きとかしたがるんですよ。こう。 きちんとしてるって思いたいのかなきちんと食事を食べたいのかなそこまで頑張る必要あるかなって思う週末しか休みないんでしょだったらなんかたまにはお惣菜とか買っちゃってもとかありますよねお惣菜のなんかこうケータリングみたいなのとかあと食材を送ってくれるものとかあるのに作り置きを 頑張ってしちゃう。これもですね、結構危険です。かなりの負担になっているにもかかわらず、で、それをできないとなんかイライラする。だから完璧にできないとイライラするんですよ。完璧主義の方が多いからね。これ、インナーチャイルド AC あるあるです。4番目。なぜか、オーガニックみたいな、体にいいものを食べなきゃいけないと思っているから、そのストレスの方が多くて、クックドゥはダメというような、 なんか体にいいものを食べることによって気分が良くなればいいんだけれども、体にいいものを食べることによって余計ストレスを増やしている。それもちょっと危険ですね。ちょっとゆるくクックドゥーもありとか、今日はまあいいよね。コンビニのおかずでじゃないけれども、レトルトでもみたいな感じですね。なんかそこの、私が今本当に結構これやってたんですけど、子供の離乳食とか、 そういうものに対して、異様にこう凝っちゃうっていうか、これはね、結構やめないと難しいよね。それじゃないと生きていけないわけではないので、結構これみんなやってるんじゃないかな。クックドゥ禁止とか、子供に離乳食買っちゃいけないとか、なんかね、私もやってたなと思うんだけども、これは、その人のまあ食生活に人により生りなんですよ。一番大切なことって、どこに行ってもそうなんだけれども、楽しく食べることでしかないんですよ。 何を食べようとしても楽しく食べるっていうことを一番やらされるんです。つまり食べてる時間が 嫌な時間にならないようにしましょう。だからね、このアレルギーがあるお子さんとか、アトピーがあるお子さんとかもそうなんだけども、その、何を食べるかじゃなくて、どういう雰囲気の中で食べるか。だから、例えばアトピーとかアレルギーがあると、絶対家族がキシキシする時間が来ちゃうんですよ。いや、それは危ないんじゃないとか、もちろんアレルギーは絶対ダメなんだけども、食べちゃう。でも、アトピーとか、その、何を食べたら悪くなるかがわかんない病気とかもいっぱいあって、そういう時に、 やっぱり一番大切なのはあの楽しく食べるってことなんですよねだからその作り置きしてこうイライラしながら食べるのではなくて楽しく食べるんだったらおにぎりでも大丈夫お茶漬けでも大丈夫っていうのがやはり一番のケアなんですよね子供に対してもそうだし自分に対してもだから無理しないっていうか バランスをとってそこの時間と食べ物っていうのは取らないと作りおきしても熱があっても家族が食べたいものを頑張ってクックドゥを使わずに作ってイラ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 してるお母さんになってしまいますそこはちょっと気をつけないと料理ってねあの今食育とかもあるけれども食育何を食べるかではなくてどういう状況で食べるかだと思ってますということで今日もご視聴ありがとうございました